多いよね。吉田あかりさんのさ、ブランドのムチムチ安くなってて買った。洋服送りたい。洋服本当にね、私洋服送ってくれる方大好き。 もうね、あ、そうだから送ってくれた洋服ももちろん着ます。握手会で。一物使える人すごいよね。でも知ってます？これ。奈緒さんのお下がりみんな9期みんな持ってる。みんなじゃないけど。ケーキも持ってるし、ナルピーさんとかリンカさんとか、こっちの組増えたな。昔は握手会衣装だったの？え、そうなの？全部？まあでもね、そんな洋服を送るのがいいのか、洋服を送るのがいいのか、握手に来てくれるのがいいのかはちょっとよくわかんないんですけどね。ちょっと問題点ですね、そこが。でもね、ショールームは本当に星投げてくださるだけで嬉しいですし、十分なので。って感じ。でもね、ショールームもいろんなギフトあるもんね、最近。びっくりしちゃう。タワーしか知らんかった。あと、クマ。こんばんは、お似合ったって。よかった、それは。今日何曜日？今日土曜日だよね。今日土曜日、みんな何してるんだろう。今日靴買った。からも。